皆さんこんにちは。ここは青い海と美しい砂浜が広がる神奈川県平塚市です。今回ご紹介させていただく物件はローレルスクエア湘南平塚です。ローレルスクエア湘南平塚は JR 平塚駅北口に位置し、2021年8月に完成した総戸数184戸の大規模プロジェクトです。最寄り駅である JR 平塚駅は JR 東海道本線湘南新宿ライン2路線利用の始発駅、横浜駅をはじめ東京駅、新宿駅など都心へもダイレクトアクセスが可能です。さらに熱海までも直通でレジャーにも便利なアクセスとなっています。そんな平塚駅は駅直結のブランドショップやカジュアルな飲食店が並ぶショッピングモールラスカ平塚をはじめ、複数の商店街が存在するにぎわいあふれる街です。中でも本物件が誕生する北口エリアは近年開発が進む注目のエリアとなっています。それでは実際の建物をご紹介していきます。こちらがメインのエントランスとなるマスターエントランスです。大きなひさしと門構えが印象的ですね。こちらはライブラリースクエアです。2層吹き抜けとなっており、外とのつながりも感じられる開放感あふれる空間となっています。アウトドアやライフスタイル、絵本や児童書などの蔵書が揃っており、多彩なくつろぎを満喫できます。また Wi-Fi も完備しているためテレワーク空間としての利用もできます。続いてパーティーテラスです。システムキッチンを設け、勉強机にもパーティー用のテーブルにもなる可動デスクをご用意しております。1階ということもあり、緑を眺めながらシーンに合わせて多目的に過ごしていただくことが可能です。その他にも宅配ボックスや重い荷物の持ち運びに便利なカート置き場、24時間利用可能なゴミ置き場など、日々の暮らしをサポートしてくれる機能が揃っています。ここからはモデルルームのご案内となります。間取りは 2LDK から 4LDK、 全62タイプのプランバリエーションをご用意しております。お客様の様々なライフスタイルに応じて多彩なプランからご自身の理想に合わせてお選びいただくことができます。今回ご案内するのは全面南向きのエアリーステージ 3LDK 72.54 平米のお部屋です。リビングダイニングは広々約12畳、日差しがたっぷりと当たる暖かな空間となっています。またリビングダイニングに面しているバルコニーは縦幅約 1.85 メートル、晴れた日にゆったりお茶をしたり読書をしたりくつろいでいただけるスペースとしてもご利用いただけます。リビングダイニングに面している洋室のドアはゴールドアを採用、一つの個室としてご利用いただく際はこのように完全に閉めていただくこともできますし、すべて開けていただくと広々約 17.1 畳のリビングとしてもご利用いただけます。お子様の成長に合わせて、またその時々の家族構成によって間取りを自由に変更することができます。そしてこちらが収納に便利な布団クロゼットです。こちらの布団収納部分は布団がしっかりと収まる幅と奥行きが確保されています。また3段に分けられているため使用頻度や季節物の仕分けにも便利ですね。また右側はクロゼット仕様となっています。こちらは奥行きにゆとりがあるためパイプハンガーを2本用意しています。続いてキッチンです。対面式となっているためご家族の様子を身近に感じながら作業していただくことができます。まず人造大理石天板は奥行き約75センチ、広々としたワークトップで効率よくお料理することができます。また油の飛びやすいコンロ周りにはホーローパネルを採用、その他にもガラストップコンロや食洗機、浄水器一体型水洗など効率よく使いやすい工夫が詰め込まれた空間作りとなっています。こちらは洗面室です。三面鏡を採用、扉裏には収納スペースをご用意しているため小物や化粧品等の整理に便利です。また浴室内はお掃除の手間を軽減してくれるきれいドアやクーリンっぽい排水口などの機能を多数採用しています。
また暖房乾燥機能を設置しているため、梅雨や花粉の時期の洗濯物干しスペースとしても大活躍です。こちらは約6畳の洋室です。約 1.8 畳のウォークインクローゼットが設けられています。パイプハンガー、棚が取り付けられており、しっかり収納をできるため、室内空間のゆとり、清潔さを保つことができます。モデルルームの紹介は以上です。最後に実際の周辺環境を見ていきましょう。ここ平塚市では豊かな自然に包まれて、人と街が織りなす湘南のサスティナブルシティを将来都市像とした平塚市都市マスタープランが平成20年に策定されました。その中の一つが平塚セントラルパーク構想です。平塚セントラルパークはここ平塚市総合公園と市役所など公共施設ゾーン、見附台周辺地区を一体的に捉えたゾーンです。緑豊かな環境の中に市役所をはじめとする行政機関や図書館、美術館、博物館など文化施設が立地し、公共施設が集積するエリアとなっています。これらの施設で住む人、働く人、訪れる人、誰もが親しめるよう使いやすくすることを狙いとして整備が始まりました。2018年には平塚市役所がリニューアル、江南平塚市役所前店が開業し、今年6月には平塚消防署の建て替えも完了。今後は平塚文化芸術ホールの開業も予定しており、ますます目が離せないエリアとなっています。それらの整備とともに、周辺エリアは本部付近より徒歩2分の八尾港平塚宮町町店、2017年にリニューアルした済生会湘南平塚病院など新しい利便施設が誕生し、ますます暮らし心地のいいエリアへと変化してきました。中でも話題となったのは2016年開業のララポート湘南平塚です。人気の飲食店やショップが全部で約245店舗も揃っています。当物件の最大の魅力ともいえるのは、このララポートの隣という点です。スーパーや100円均一、クリニックなどの日常使いはもちろん、週末家族でのランチやショッピングまで幅広いシチュエーションで気軽にご利用いただけます。ご紹介してきたように、公共施設を中心に商業施設、医療機関、教育施設、娯楽まで多彩な施設を徒歩圏に暮らすことができるエリアに誕生するのが、ローレルスクエア湘南平塚です。お客様に合ったお部屋プランをご提案させていただきますので、ご興味を持たれた方はぜひお問い合わせください。また現在、建物内のモデルルームをご見学いただくことができます。実際の広さや日当たりを直接ご覧いただくことで、さらに当物件の魅力を感じていただけると思います。ローレルスクエア湘南平塚のご来場予約はお電話、ウェブにて受け付けております。詳細は概要欄をご確認ください。またオンラインでのご案内も行っておりますので、ぜひご利用ください。皆様のご来場、一同心よりお待ちしております。ご視聴いただきありがとうございました。